おいおいおい、よし今いい、なんでやねん、ちょっと見え、壁はめせこいって。おっそすライズオブピー、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあクラット駅再度戻ってきたっていう流れなわけでございますが、こっからどうすんだ。一旦まあこのまままだ行ってないエリアを行こうじゃありませんか。ただちょっと変わってんのよね、街並みが。進めないエリアもあったりとかするんやけど、なんか新しく行けるようになってるところがあるってことやんな。こっちは行けないでしょ。ここも開かへんよね。開かない。なのでどこ、あそこも通れへんし、普通にクラッと行く気を進んだ流れで、ああここ来たよね、中央駅広場最初に来たところだ。このまま、え、帰るの、どうしていくのが正解なの。進むべき方向が痛い、わからん。いや、またやる。もう、やめとけ、やめとけ。勝った、こいつ。こんな硬い。ちょっとやだな。火力がもっといるかい？お宝的なのがいっぱい見えるな。ちょっと通りますね。足音がしますね。さよなら。お前は黙っとけ、こら。おい、おい。で、遠距離からの攻撃。あ、遠距離からの攻撃。チクチク、チクチク。この距離なら、俺の攻撃しか当たらない。おい、めっちゃせこない、俺。調子乗りました。ごめんなさい。こっち。お前も倒しといてやるな。あかん、タイプ。くそ。グッ。あえてジャストガードをして、お前のスタン状態を狙っていく。ふん。ふん、ふん、ふん。OK。で、ガン。ガン。まだか。硬い。あとちょっとが。俺の勝ち。よし、硬いだけで何のアイテムも手に入らへんのかい。なんかちょうだいよね。いろいろ見つかるけど、あ、てかここはなんでこういう状態になったんだい。痛い。何かがあったのかい。何かがあってこうなってんやろうけど、全然俺分かってないぞ。イエイ。ていうかちょっと服変えよう。飽きたな。もっと何個か衣装ないんかな。帽子、マスク系ばっかなのよな。あ、コソ泥のね、あったね。普通でええわ。こっちも、あ、コソ泥のあんま変わらへんけどな。あ、コソ泥着てあげようか。帽子だけ外して。なんかねえかな。新しく行けるようになってるとしたら左の方。前行けなかったのは左の方よね。おい、あー、
かな。はい、バカめ。意外と意外と硬いのあなた。めっちゃ回復使わされへん、この敵のタフさを思ったら。ああ、向こうもなんかいるけど暗いわ。それどう来る？あなたなんか、まあ来るわな。お前は、いや硬いなこいつも。二人はなし、二人はナッシング。バカ、もう一人ずつ来て。二人来る？二人嫌なの。よしよし、どっち？よし、一人、いい子だ。オッケー、であいつやな。おい、順番なったよ。開いたよ。あ、そこ戻んのね。お前の順番なったよ。おい、な、何それ。あ、キモ。残念です。おい、タイミング違う。タイミングわからん。あっつ、間はちょっとそればっか。ふん。おい、ジャストガードしかできひんやつばっかやりすぎちゃうんか。おーこら、バカが。んー、うっざ、やばい。今あ、くっそ。んー、チャンスが、せっかくのチャンスが。まあでも俺の勝ちやわ。もうでも回復ないやん。でもとりあえず宝箱は開けれました。で、大体こういう時武器やねんな。でもさ、変えた方がええの？武器強化のやつがさ、無理。痛い。あは、やばい。ちょっと、は、気持ち悪いの出てきた。気持ち悪いのも出てきた。やべえな、また逃げまくらなあかんか。なんなのあの黄色いの。でもって、順番守れない人は私は嫌いです。おいおい、行く。知らない。こっちの方に行くぐらいセーブポイントない？こんな感じで行かなきゃいけないのかい、あなた。ああ、もうこっち向かなくていいのに。やめん、もうバカ。つれえな、回復がもうねえわ。回復がないのが何よりつらい。うっす、ガードができん。間に合わん。ああ、昔いたあのでけえ人、あの人とやりたくないな。今はちょっと体力ねえから。さよならなんだな。アイテム拾って、どこ行くの？セルみたいになってる。あ、おい、行き止まりやんけ。ダッシュでここ逃げたろ。知らない、全員知らない。どうせお前らは俺より足が遅いと見た。あー、来るやつもおる。いやでもお前だけなら。おいおいおい、意外と抜けれんにゃん。戦わんでええやん。じゃあ、後ろを取らせ。よし、ナイス。これができれば、お前も後ろ。よっしゃ、取れんじゃん。
で、あいつが、どこ行くの？あいつが叩いてるところの奥になんかあんのかな？ちょっと通るよー。で、まずはあれを回収だけして、で、襲ってくるから、あ、最悪。ちょ、お前ら。ちょっと、あ、順番って知らんか。あ、こっち行けるわ。あ、行けないわ。あ、違った。一回帰る。一回帰る。よし。え？どっか行けるとこある？こいつからやってかな。あかん感じか。おい。ぬん。はん。ぬん。はん。うす。ぬ。回復うの。あ、うつ。ちょっと、見えない。見えないのなし。ダメ。うす。何それ。何よそら。お。そんなん、使え。ましたっけ、あなた。硬えな。ふん、今です。おい。で、オーケー。うん。なんでやねんが、多いな。一応回復してるから。もう、めっちゃ使う回復。今、後ろからいらんやつとか。襲ってくんなよ。はい。はい。ちょっとここ場所が悪いわ。もう、出た。なんで？で。はい。はい。うっす。ちょっと、狭いの。なし。はい。はい。はい。狭さで攻めてくるんじゃ、ないわ。あれ？リージョンプラグ。が手に入んの？ここ。じゃあやっぱあいつがぶん殴ってたところが、あ、いけるわ。あー、セーブポイントありがとう。オッケー。でリージョンプラグ手に入ったし、一旦戻ってやりましょう。強化もしたいしね。リージョンプラグどうしような。あんまり俺左腕使ってないのよな。なんかな、シンプル戦いばっかしてんのよな。リージョンアームを作ってたのは全部作ったやな俺。火炎攻撃を一定時間続けると火炎爆発が使用できる。あ、もうそこまで貯めたろかな。ちゃうわ、増強火炎。火炎攻撃を続けると一定時間火炎が強化。あ、これすら俺まだなかったのか。じゃあ、パリーの方が良かった。ガード中に攻撃ってだいぶせこいことできるもんな、これもな。こんなん強化せんで良かったかな。炎増強しとこう。一旦これでいくわ。そしてお前のやつは武器強化は、あ、半分の月長石あるやん。じゃあ強化できるな。したろ。まあでもこれぐらいが限界。消防の強化してた意味あったんかな。あとは最近手に入ったのがなんか他にもあったような気するけど、これかい？新しく手に入ったのは、この辺もか。マスターシェフのナイフブレード。面白そうなんやけどな。全くもって、
火力とかがな違うのよね。それによってちょっと全然他の武器を使おうっていう風になかなかならないのよ。武器調合、マスターシェフ、これは探検なんやもんな。おすすめのなんかあるんやろうけど、わかんない。お試ししたいけど、お試しするほどの火力じゃないのよな。なんか新しいもんは特にないかい？ベニーの緊急修理ツールとかも俺全然使ったことなかったな、ほとんどな。リージョンマガジンのリージョンチャージもあれか、これがあればそもそもあの飛び道具とかずっと使えたってことやんな。やけど全く使ってない俺。で、あなたのなんかお知り合い、私殺しました。相棒無事だった？生きてたけど私が殺しました。嘘ついてあげたらいいやね。残念です。ああ、どうなの？こんな結果になるなんて想像もしなかった。まあ、モンスターになってたんですけど、実際はいつもそばにいるとそれが当たり前のように思っちゃう人っているのよね。人の命だっていつだって一瞬で消えるものなのに。せやな、彼の符を告げるために生き延びなきゃね。でもなぜ自分の一部も死んでしまったような気がするのかな。わかんないは。とにかくあいつの最後を伝えてくれてありがとう。お、その程度でよかったんかいな、これ。ホワイホワイもろた。で、レベルアップどうしような。欲しいもんほんま多いのよな最近。こっち技術を増やした方がなんか上がってる気がするんやけど。シンプルスタミナ、シンプルスタミナ、いや生命力にしよう。 OK。 適正レベルはどれぐらいなんでしょうな。まあまあ適正レベルより上の状態で俺は言ってるのか、下の状態で言ってるのか、それすら分からんから難易度がブレんのよね。そのレベルやったらもっと余裕でいかんとっていう、そういう風になってる可能性もあるけど、分からんもんな。どうも久しぶりやね。何か買っていかないかい。ああ、長く一人でやってたから営業術も衰えたかも。モンスターから逃げ回りながらの商売ってそう簡単な。ああ、頑張ってるね。何か買ってくるよ。ああ、ええもんあれば買ったりよ。手榴弾、あ今使ったからお金ないわ。あ、リージョンキャリバーとか持ってんにゃん。これなんや、大容量防熱変換器ってことは、あ、いや絶縁退職、あー、ここを相手によって変えるべきかもね。軍用シャベルブレード、いや面白そうな武器いっぱいあるのはいいんやけどさ、逆に武器の育てる、武器をレベルアップするっていう概念がなかったら、概念がない方がこのゲーム良かったんじゃない、そう思ってるぞ俺は。逆に他の武器を試そうっていう気が起こらへん感じな。せっかく育てた武器、それがもう一番強いってなって持ってるからさ。 Whoa. This used to be
残念だ。どこよ。ほ、あ、崩壊？なんで？ここに乗ったら崩壊が。ささ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 さ。なぜ？なぜこれに触れたら崩壊が？あ、これ、これか、この。あー、やばい、ちょちょちょ、バイン。青色の物質みたいなのに近づいたらあかんってことなんか今のは。ちょっと説明がなさすぎて、いきなり死んでもうたわ。ただいま、リージョンアームからちょっと距離ある状態でここは生き返るのね。もうちゃんと説明してよね。緑の物質もそうやけど、この黄色い煙か。あの黄色い煙に近づくとあかんぽいよ。すごい崩壊が。えっ、いや、ちょっと待てや。おい、え、むずすぎひん、ここどうやって行くのがセオリーなんですか、ここは。このペースやと死にまくるぞ、ここ。やばないですか。放棄されたマンション、霧がかかった夜。でもお前、崩壊を和らげる的なやつ、変換器持ってないもんね。なんか、まあ、ルート、こういうルートが正しいみたいなルートが多分あると思うんやけど、ここにいても崩壊が増えるもんな。やばい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 。こっちか、じゃあ。いや、でもここも結構、なあ。ここにいても崩壊増えそうやけど、あれよ、リージョンアームで爆発させたりとかすんのか。おい、あ、簡単に壊れるわ。あ、そういうこと。じゃあ、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 もう最悪。あ、そうそうそう。おい、壊せるやつを壊しつつ、ずっ、いやー、スタミナ持ってくね、お前。一撃がすごいんだね。はい。うん。やば。ジャストガードせなあかんタイプか。すごい一撃が重たい。で、こいつを、うい、うい、うい。で、お前が来るから、危なー。やめてー、バカ。ちょっと、狭いところでやるのは、やめよう。な、お互いのために。お互いのためにも。おお、火炎めっちゃ強なってる。火炎の火力がめっちゃ上がってない、今。で、この青い物質の方じゃなかったのな、あっぱな。で、行き止まりでした、こっちじゃなかった。あれをだから破壊せなあかんから、むしろあれか、ファルコンパンチ、うん、ファルコンパンチじゃない、まあ、でもあっちファルコンアイズ、あっちの方がいいってことなんか。これが、うんうんうん、崩壊をやりまくってかな、持たんぞこれ。結構これ近づくタイミングとか間違ってもうたら、めっちゃゆっくり行かなあかんやん。で、お前は、うっ、違う、すっすっすっ、あ、さよなら。フラムバージファイヤーがでもここに来てちょっと
いい感じに、え、これ使っててよかった的な感じになるかも。次はどこ？蝶々の気配。こっちは？こっちからアイテムだけ？ありがとう。おいおい、これは挟まれるな。一人来てほしいな。ちょっと待ってな、今ちょうちょにかまってる暇がねえです。ねえ、おい、お前らはいた、いたいた、あ、ちょっと待ってな、あ、ちょっと、別、それやめて。あれを回収して、あれ回収して、で来い。まずはお前で、ファイヤーに弱いんやろお前。やばい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 、でもファイヤーに弱いからお前、うーんちスタミナー、やばい、あー、避けて、バカ誰。いやでも倒していかんと無理やんなこいつらな。なんか有効に倒す方法ないかな。ほら、あ、でもやっぱファイヤーめっちゃ効くわ。もうファイヤーだけで行く方がいいな。はっはっはい、でお前はもうファイヤーだけで。おい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 、その程度甘いぞ。おい、どうじゃ、増強しとんねんこっち。リージョンマガジン、ここに来て初めて使うかも、初めて使おうかなって思ってるぐらい。うわ、お前はあんま聞かへんのかい。おい、いや、お前そういうタイプね。はん、うーん、グン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 、いや分からへん。ガードするところオーナイ、おい、ガードするタイミングがちょっとオーナイですか、あなた。よし、いや、それそれそれ、いっぱい、なんかいっぱい出てくるからな、あ、いっぱい出してくんの成功いいぜ。よし、オッケー、いける、いける、おい、イエイ。で、あいつを倒したからこっち側になんかあるんでしょ。まだなんかいたね。お前は炎弱いやつよね。うっす、そうでもない、炎弱いタイプ、炎弱子、炎弱子は終わりよ。おい、勝手に火炎ダメージ死んでくれる、ええよ、悪くないよ。あ、近道作っただけ、ここ近道なのか。あ、ってことはこっちから、あ、そっちに行くルートがあるのね。おい、じゃあ逆にあっちのルートは何だっていうことですけど、まあでも今までも何個か分岐あって、多分全部が全部潰せてないのよな。こっちは誰かいます？おい、あ、さっきおったな、あの黄色いの。こいつら何？今後ろ取れませんでした。あ、こいつらも崩壊、崩壊のやつらか、やばいわ、やばい、崩壊する、ちょっとバカ、崩壊はダメ。おい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 、崩壊強ない？崩壊を抑えるためのなんか、2匹くんなバカ。おいおい、敵自体は強くないけど、その崩壊が
怖いやつやな。リージョンマガジン、今までマジでずっと俺使ってなかったけど、何個持ってる俺、結構持ってんじゃない？リージョンのマガジン、どれ？リージョンマガジンないで。あ、これか。え、そんなちょっとしか持ってない俺。あれ、なんかすごい、俺もなんやったら50個ぐらい持ってるって思ってたのに俺今それぐらいなんかしょっちゅう手に入れた気がしたんやけどな。違いました、3個でした。あ、どこに向かってんのこれ。ちょっと拾わないですか。ほいほいほい。あっち、ま、見てなかった、崩壊アホー、アホです。ショートカットさっき作ったけど、俺が行きたいのあっちなのよな。なんかお宝があるだけなんか。ちょっと待て、待ちなさいな。もうあなたは、あなたはお前なんかにやられてる暇ないのよ。危ないな。もう敵復活しとるからさ、やばない。ちょっとでもあっちにもおるやん、ショートカット作ったのに。一旦むじゃば、やっぱバカだった、結局のバカピノキオなんだから、バカピノキオゲーなんだから、変わらず最初から最後まで永遠にバカ通ります。崩壊はもう知らない。これだけ回収してさよなら。これを取るためだけのルートがあったってことかい。アレアカエルゴ、わあ、そこ来れるのねあなた。あ、さよなら。もう一個ルートなんかなかった。崩壊やばいっす。今いつ来たらめっちゃ追われてる。こっちにもルートあんのよな。あ、なんかあれやろ、なんかあれ、あら行き止まり、なことある。じゃあショートカットラインまで、はめないで。え、壁はめしてくるゲームやめて。でショートカットゾーンまで戻るよ。こっちだよ。よし、戻れた。ちょっと無駄に回復使ってるけど、すごい斜めに傾いてるよ。なんか、はあ、来ない壁。はあ、地中から水晶湧き上がると最後の日の兆しだって。もう終わりだ、みんな死んじゃうんだ、死んじゃえ。そんないちいち壁にでっかく書かなくてもね。え、頭の中で思い込んだやつ全部言うやつみたいなのがおるかもしれんけど、全部書くやつはやばいと思うぞ。言うよりもやばいと思うぞ、書き残すやつな。SNS とかで全部ツイートしちゃうやつやな、もうな。あ、こんなところにもあんのね。怖いわこれ。ここに来て崩壊の怖さと戦いながら行くっていうね、そういうタイプよね。次は、はっ、お前は戦ったことあります？あれ聞いてない。そんなやつもんのか。おい、やべ、
おら、やめな、やめなさい。でも火やると違うか、嫌がってるように感じたけど、そういうわけでもないのね。やば、ちょっと今回復できたやろ。なんでボタン押したのにならへんやつ。そんなんばっかり、このゲームのお箱、クソなとこだから、やめとけやめとけ、やめなさい。何してんねん、何してんねん、何がしたいねん。おい、絶賛クソゲー。ボタン押したら反応せえ。ファイヤーが効かないのはちょっと痛えな。せっかくのリージョンアームが意味ねえもんな。うん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 、ぐんぐんぐん、くそ、ジャスト、ジャストじゃない、ジャストじゃない。よし、ふっ、で、パッ、ぬん、ずん、ずん、ぬー、ずん。いや、押してんねん。おい、おい、おい、よし、今、いい、なんでやねん。ちょっと見え、壁はめせこいって、クソゲーだって、スト2とかで、一番端っこの壁まで押し込んでボコボコにはめ技してくるタイプの変態が開発に携わっとるな。嫌われ者やな。友達おらんやつらやな。友達いたら絶対嫌われて、それはやっちゃダメって絶対わかるもんな。これは友達にやるんじゃなくて NPC とかコンピューター相手にやらないとダメな技って知らんやな。そういうことを知らずに育ってきてるバカ野郎が開発に携わってる、そういうタイプ、そういうタイプのゲーム、それを今年韓国で一番素晴らしいゲームとか言ってるバカがおるけど、どこのバカや。おいおい、絶賛絶賛ハメ技だけで、ハメ技だけで高難易度とか言ってもらえるゲーム、こんなもんただのクソゲーなんじゃこら。良作ゲームをやったことないやつらが評価しとんな。バカ誰が、ザコメが。ハメ技なんて二度とやるんじゃないぞこら。あ、信用なくすぞバカ誰。で次が、ちょいちょいこういうエルゴ破片取るけど、やっぱ使った方がええんかな。あ、エルゴ入手するためのやつ、なんかどっかでほんま使ったりせえへんのかな。ほんまに使わへんやったらもう全部使ったのか、全部使って、え、レベルアップに全振りしたろか。そうすると急にでも雑魚ゲーに感じるかもしれんからな。なんかでかいタイラントみたいなのいる。タイラントじゃなかった、なかった。そしてボタン押しても反応せえへんやつ、すぐ来る、すぐその方法を取ってくる。さよなら、ありがとう、タイラント。エルゴ破片全部ツコ太郎、もうお前らただの雑魚に感じるかもしれんけど、まあそうやって使うのが、はっ、回収、そうやって使うのが本来の方法っていう可能性もあるしな。やったとしたら今まで俺はずっと縛りプレイしてたみたいな感じ。エルゴ破片は使わないっつって、そういうプレイになってた可能性もあるってことよな。ちょっとでも
しばらくボスとかが全然出てきてないからな。中ボスクラスばっかりやねんな。使ったろか。他に使うとこないよね。使用37個持ってるからもう33個使って、俺も28個持ってる。25個使う。なぜかちょっと残す。なんか全部使うのもったいない癖みたいな。なぜかそういうのが働いている私。で、54,000。そんなにたまらへんかったな。もっといけるかな思ったけど。生命力、火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 力。生命力やめて、スタミナ。こっち。これで、ちょっとは強くなったんじゃないの。他行かなあかんところは、痩せ池の沼でなんか、できてないことが一個あんのか。それはなんだ、なんか渡さなあかんアイテムを多分持ってるってことやんな。多分ね。誰に何を渡すのか。あ、これか。4本の指。アリ道路のために作った贈り物の手袋。わかりません。ちょっとじゃあどうしよう。ある程度まあ進めたし、あとは金貨の実ちょっと取りつつ、クォーツがもっと欲しいな。あっち強化したい。で、金貨ゲットして、よし、クォーツがあればな、ゼペジーのワッチが強化できるから助かんやけど。あ、猫ちゃん久しぶり。最近おらんかったね。元気かい。どこにおったんだよお前は。しばらく見なかったぞ。最近猫撫でれるゲーム多いけど、犬撫でれるゲーム少なくない？猫に寄りがちじゃない？ここや。クォーツが欲しい。ないんやんな。でもな、全然。キューブ使用回数、ベルスロット、ベルトスロット、なんかあんま大したもんねえな。パルス電池使用時ガードリゲイン1。フェーズ4に行くにはどうしたらいいの。フェーズ4を解放してください。なんかをもっと進ませなあかん。ガードリゲイン、非ダメージにガードリゲイン一定量維持。何を増やすべきなんやろう。ウェーブルスロット最大チャージ数。今更こういうの強化した方がいいんかな。パルス電池使用時ガードリゲイン1。この辺分からへんわ。キューブ使用回数増えんのかこれ、ほんまに。まあ、増えたところで俺全然使わへんけどさ。パルス電池強化。ここのフェーズ3が結構いらんのばっかりやねんな、俺的に。ってことはこっちの方がええ感じなる？これクォーツないんかい。持ってるように見えたわ。おじいちゃん、目新しい。錬金術師の本部があと行ってないところやけど、ここが最終地点なんかな。
奴らの本部が馬の、うん、海の中の島にあることは確かだが、生き方を知る者はいない。島へ行ける地下ドックがあるらしい。私が知ってるのはそれくらい。は OK。 あー、まあ今回はじゃあ普通にステージをちょこっと進めた感じでございますが、はあ、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。まだまだあるんかな、ボリューム。まあ頑張っていきましょう。それではまた、よろしくどうぞ。